呼び出し呼び出しとは、大相撲での取り組みの際に力士を呼び上げる。呼び上げや、土俵整備から太鼓叩きなど、競技の進行を行うもの。呼び出しとも書かれる。行事と異なり特に受け継がれている名跡はないが、力士、行事と違い、下の名前しかないことが特徴。呼び出しの元々の言われは、上段相撲の際に、次に土俵に上がる力士の出身地や仕込めを披露する人がおり、 全行事、根性行事といって、行事の役割に含まれる職種であった。平安時代の設営相撲には、呼び出しという故障は存在しなかったが、天皇や貴族に、住まい人の相乗する、相乗王という役目があって、相乗者の職名があった。これが、現在の呼び出しの始まりとされている。江戸時代以後に肝心相撲になり、組織的な制度ができるにつれて独立した職種となった。 触れとか、名乗り上げと呼ばれた時代もあったが、今日は年間になって、呼び出しと言われるようになったの番付に、呼び出しの文字が確認されている。明治後期の呼び出し長谷川勘太郎は、名人と歌われ、呼び上げ写真が、ブロマイドにもなった。昭和初期までは呼び出しやと言われ、地位も低かった。1932年では呼び出し頭の長尾、定次郎を筆頭に40人ほどであった。 土地の若時代の太郎、小鉄も、名人と歌われた。現在の呼び出しの定員は45人。採用資格は、義務教育を終了した、満19歳までの男子、定年は65歳。大相撲においては、力士、行司、床山と同様に、各相撲部屋に所属する。2019年3月場所前の相撲師の記事によると、一場所の研修期間後に面接を経て、 採用となるという、立呼び出しの秀夫呼び出しの主要な役割は、呼び上げ、土俵整備、太鼓叩きであるが、その他にも、多種多彩な業務を行っている。現在では、全員が呼び上げを行っているが、古くは分業制で、呼び上げ専門の呼び出しもいれば、他の仕事を専門とする者、つまり、呼び出しと名がつく者の,の、呼び上げない呼び出しもいた。 現在のように全員が呼び上げを行うようになったのは、1965年からで、ある。また、呼び上げの時の声の通り具合や声量は評価の対象ともなっている。大相撲において、呼び出しの番付制が導入されたのは、1994年7月場所からで、以下の9階級となる。同時に、本場所における場内アナウンスでも紹介されるようになった。それまでの階級は、 一等から五等までの等級生であった。日本相撲伝では1902年5月の呼び出し、名簿があり、勘太郎、勝次郎、金次郎、重吉、亀吉、聖吉、源七、三金、東作、一太郎、与吉、伊勢徳、平吉、三代吉,吉、一郎、正徳,小徳、駒吉、金作、西次郎と19人が掲載されている。 1911年発行の相撲館には勘太郎を筆頭に25名いて、旧金は金賞だが、錦絵や番付等を売って、よろくとするとある。昭和初期までは呼び出しやつと言われていた。1932年では呼び出し頭の長尾、定次郎を筆頭に40人ほどであった。相撲雑誌の名刊等にも昭和40年代まで掲載されなかった。 現在は重量呼び出し以上の名前が番付に書かれており、それ以前は1949年5月場所から1959年11月場所までの10年間、呼び出しが番付に掲載された。初めて呼び出しとして番付に掲載されたものは、太郎、宇のすけ、ええじろう、みなもと、つかさ、やすじろう、ええ郎、ち、ふくいちろう、こてつ、とく 松之助、虎五郎、雄二多賀城等野城、東、基地の十六人。歴史的経緯もあり、呼び出しは、行事よりも、やや地位が低く見られた。呼び出しの番付上の位置は、現在では、西の最下段の親方衆より左側である。平成期の一時期は、若者頭や世話人と共に、中軸の下の方に記載されていたことがあった。旧階級の役席に分類され、 行事の階級と違い、幕内角、十枚目角といった角という名称は用いない。力士、行事はすべての階級が番付に表記されているが、呼び出しは十枚目呼び出し以上が番付表に表記されていて、幕下呼び出し以下は番付表に表記されない。また、幕下角以下の行事と同様、幕下呼び出し以下は、 本場所の取り組みにおける場内アナウンスでの紹介は行われていない。ただし、千秋楽の幕内土俵入りの前に行われる10枚目以下各段の優勝決定戦では、幕下各以下の行事、幕下呼び出し以下でも、呼び出しは、行事は、木村優勝決定戦でありますとの場内アナウンスが行われる。基本的にはほぼ年功序列であるが、昇格の時に、 地位の追い抜きが発生することもある。例えば、1999年1月場所から2000年11月場所までは、二郎と勝幸の序列が現在と入れ替わっていた。2021年5月場所現在1888年、本所南二葉町の車屋の長男に生まれた。本名、戸口定二郎。すぐ隣が、大関初代、浅潮太郎の家だったこともあり。 相撲の盛んな町に育った。その朝潮の口利きで1898年、11歳の時呼び出し親分の勘太郎の弟子となり、朝潮にあやかって、太郎の名をもらう。入門5年目に小結、源氏さん、内五郎以下44名の脱走事件があり、その時太郎も一緒に飛び出している。これが苦労の始まりで、いろいろ地方を渡り歩く、長い放浪時代もあり、 無謀なことも数々やったが、やがて、大阪相撲に縁ができ、呼び出しとして再起。大阪相撲の呼び出しは満足に太鼓を叩ける者が、おらず、太郎はにわかに頭角を表すこととなる。ここで行事の木村金八と知り合い行き統合、生涯の交友が始まる。大阪相撲時代、巡業先で太鼓を室に入れたため、宿で、空の醤油損を借りて叩いたが、 仲間のうち誰も気がつかなかったという。その後、昭和時代の幕開けとともに、東京と合併。太郎は大阪の呼び出しを全員東京に売り込んで男を上げた。親分の下地はその時からで、太鼓も東京の呼び出しの誰にも負けなかったという。定年退職した1960年まで63年間を貫き、太鼓の名人、相撲界の名物男。 呼び出しの親分として知られた。また、両国の自宅を長年相撲記者クラブに開放し世話係を務め、格好たる地位を築いた。この頃はもうやぐらに上がることはなかったが、花相撲の折の太鼓の内訳は、まさに圧巻、独断上の名人芸だったという。1952年1月に行われた菅野高知書、A 級先輩に大相撲で太鼓の内訳を披露し、荒木貞を、 鈴木定一、旗春六ら十人の旧日本軍の中鎮、軍閥の連名からなる令状が届けられた。所属が、各界一の大部屋、出羽の海部屋ということも幸いし、七代、出羽の海、八代、春日野の両取締りとは気軽に口の、聞ける立場にあった。1949年5月場所前、太郎が協会で取締りに、 呼び出しも番付の隅っこに名前を乗っけてほしいと、請願したことがきっかけで、16人の呼び出しの名前が、初めて世話人と共に、番付に掲載されることになった。これは1959年11月場所、太郎が定年退職する直前まで10年間続いた。1969年11月3日、秋の叙勲で、訓録等単行曲実賞を受賞。 相撲界では初めて生存者女君の光栄に良くした。1970年1月8日には、武蔵川理事長、春日の審判部長を、はじめ180人が出席し、祝賀会が挙行された。席上、高橋吉孝横綱審議委員は、醤油層叩いてもらう君六頭等の句を披露し、祝福した。1971年3月3日、83歳で、逝去。 ありがとうございます。